ちこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も侍ジャパン、はい、プレミア中に、ね、まああの舞台を変えてね、台湾に渡って、まあ、台湾のドームの球場で今日韓国戦が行われたということでね、第2戦目。そうだね、まあこれから強敵がまあ対戦相手としてね、うん、当たってくるわけだけども、今日は韓国ということ、はい、ねえ。でまあスタメンをね、はい、ちょっと見たいんだけども、はい、オーストラリアと全く変えてこなかったというね、ピッチャーだけね変わって、 あとは一瞬でした ね、はい、まあ、状態は悪くないしね、うん、で、まあ、打線の流れという意味では非常にうまい配置をしてるなという感じがオーストラリアの時にもしたし、うん、いやだからまあ変える必要はないなというふうには思ってたんだけども、はい、まあその通りに来たなっていう感じがするよね、うん、で相手の韓国、はい、ね、3番に入るキム・ドヨン、うん、もう韓国ではトリプルスリーを打つ、うん、ね、率は3割4分7厘、うん、38本塁打40盗塁というね、うん、まあまだ21歳ぐらいかな、若いんだけども、うん、もうスーパースターですよ、21歳 ね、うん、いやだからちょっとそういうバッターにはちょっと警戒かなというようなね、うん、まあ今日の試合にはなりましたね。え、はい、すごいね、今向こうもこう総力戦じゃないですけどね、日本に対しては多分から入ってると思うのでね、うん、あ、今8連敗中ということでね、韓国はね、この試合の前までね、前までね、うん、だからそういう意味では本当に力が入ってるし、うん、まあ若手をある程度連れてきてるし、はい、で中継ぎのピッチャーを多く入れてるんだよね、うん、ブルペンにね、うん、で韓国でもその中継ぎという投手をこう多く連れてきてるというね、うん、でその韓国の監督曰く、はい、やっぱ短期決戦で勝負を分けるのは投手交代だと、うん、まあ、その中でもやっぱり必要になってくるのは中継ぎ経験者で結果をしっかり出した人という、だから各チームの抑え、そういったものを中心としたピッチャーの構成になってるみたいね。やっぱり先発のピッチャーよりは中継ぎをしてほしいなら、中継ぎ経験者もしくはこう系統で抑えとかしてる人の方がスッといけるってことなんですか。まあ慣れだろうね、やっぱりね、うん、先発はやっぱこう頭から投げるという意味ではやっぱこう慣れてないしね、やっぱこうどういうところでもこう対応してくれるという、まあ、中継ぎを重視したという投手構成になってるみたいな。なるほど。なんか日本のイメージだとね、はい、先発をしている選手が中継ぎをするっていうケースはまあ第二先発とかね、うんうん、あるけども ね、うん、なるほど。ということで韓国はそういった布陣できました。はい、はい、ということで結果はどうなりましたか。ねえ、看板ちゃんいきますよ。はいはいはい、こうなりました。はい、ね、6対3で日本が勝ちました。まあそうだね、ちょっとね、試合的には前半ハラハラすることも多かったんですけど、そうなんだよ、まあ、先制されたのが韓国が先制したということで、うん、はい、まあ、高橋宏斗が投げたんだけども、ね、まあ、4回78球、はい、まあ、非常に球数多くて、うん、でなぜ球数が多くなったかというと、うん、まあ、真っ直ぐな走り自体は良かったんだけどもね、うん、スプリットが非常に割合的には多かったのよ、うん、そのスプリットが落ちないんだよね、なかなか、うん、だからそれに苦しんでて、それとまっすぐ投げて、まっすぐ投げたらそのまっすぐを打ち返されるというね、うん、だからちょっと怖がってそのまっすぐを投げきれてないというかね、うん、ちょっと各バッターの外に偏りすぎてるなっていうような、まあ、そんな感じがしたんだよね、うん、インサイドにもっとついて速いボールでついていけばいいのにっていうことがあったんだけども、うん、まあ、ついていけずに、なんかこう、まっすぐとその特にスプリット、うん、そういう球を多くして、まあ、かわそうとするようなピッチングをしてたよね、うん、まあ、その中でやっぱ先制点を取られ、うん、まあ、2回に、まあ、逆転するんだけども、はい、まあ、ノーアウト1・2塁森下栗原が連打して、うん、まあ、牧、はい、まあ、序盤だから、まあ、何の動きもなく牧に任せなと思ったら、うん、まあ、サードライナーという、ね、ちょっと一瞬ヒヤッとしましたね、まあ、そうだね、ランナーが出しちゃいそうで、はいはいはい、で清宮がファーストゴロでこれが進塁打になるんだよね、はい、これで2アウト2・3塁、はい、で紅林が、うん、まあ、三遊間を抜いて、まあ、2点タイムリーで逆転をしたという、はい、まあ、早い回にこうやって逆転してくれたっていうのは、うん、すごく心強かったし、うん、やっぱり紅林がね初代表ということで、
まあ、こういう結果を出してくれたっていうのがすごく嬉しいよね。ねまあ、心強いショートが、ねまあ、出てきたかなというようなね、うんまあ、そんな感じがしたけども、はいまあ、ただその不安定さという高橋宏斗、うんまあ、ちょっと序盤やっぱ硬かったね、入りが難しいなっていう、うんまあ、そんな感じもしてたけども、はい、ただ3回表は三者三振に切り取るんだけども、うんまあ、4回、うんまあ、相手キャッチャーのパクトムトムン、パクトムン選手ね、カットボールの高めに浮いたボールを、うんまあ、ホームランされると、やっぱり力があるな、ね、韓国の選手って7番バッターですからね。まあそうだね、うんまあ、体もしっかりでかいんだけどもさ、うん、やっぱこうなんていうの、甘いボール、うんまあ、力があっても持っていくなという、まあ、このボールはカットボールだったんだけども ね、これで同点ということでね、まあそうだね、はい、はい、でね、2アウトから、まあ、ランナー1塁で4回表ね、うんはい、でこの時に、盗塁を許すんだ。で完全に高橋宏斗盗まれてるんだよね、うん、でああと思いながら、まあ、この時はセカンドに行っても得点にならなかったから、うん、まあまあいいかなという、こんな風に完全に盗まれるっていうケースは日本での試合って少なかったような、うんまあ、そうだよな、うんうん、まあちょっと後の反省点ということでちょっと話はしようと思うけども、はい、まあ日本では本当にね、言うようにこういう走られ方はしてないんだよね。そうですよね、うん、なんかあって思いましたね。まあそうですね、うん、で5回、はい、隅田が登板、はい、ね、うん、でまあ、ヒット、うん、進塁打、はい、ねでランナーワンアウトランナーセカンドから、うん、4番ね、うん、はい、これねまた三盗されるんだ、うん、ピッチャー変わってますが隅田に ねで三盗されるっていうのはある程度傾向が出るんだよね、うん、首の傾向だとか、はい、タイミングの傾向だとか、はい、まあそういうのを測られて、おそらくデータでもあったと思うんだけど走られるという、これはしっかりとしたデータがみんなに入っているというか、まあ、指示が、まあそうだね、出てるっていうようなことも考えられますかね、うん、そうだね、うん、で2アウトまでなるんだけども、はい、向こうは代打、うん、ユン・ドンヒ、ね、はい、これが、まあ、外野フライは避けて、うん、1点はやらなかったんだけども2アウトを取り、はいはい、よしもう1人って言ったところで相手も勝負かけてきたよね、うん、はい、代打を右の代打を送ってきて、うん、まあ、このドンヒが、うん、タイムリーヒットという、ね、で勝ち越されるんだ。またこれがちょっと痛い展開でしたよね。追いつかれてすぐ勝ち越されるとちょっと嫌な感じ、うん、まあそうだね、しましたよね。これも後の反省点としてまた振り返りますか。まあ振り返ろうとは思うんだけどもね、はい、うん、で5回裏、はい、ね、また逆転するシーンなんだけども、はい、2アウトランナーなし、うん、ね、辰巳フォアボール、はい、ね、森下フォアボール、はい、この辰巳選手の前、小園選手の時にピッチャーは変わってるんですね。左にね、はい、韓国、はい、で見逃しの三振を取ってて、はい、割とキレのいいボールだったんだけども、そうで2アウトから、うん、辰巳選手がフォアボール、森下選手フォアボールで2アウト1、2塁で、はい、栗原がデッドボール、はい、デッドボールと、やっぱね、日本のバッターのこう精度だね、うん、やっぱ選球眼というか、はい、だから2アウトからでも満塁を作れたという、 そうです、ね、それとやっぱり井端監督が言ってるように、うん、やっぱこの打線の中でポイントを握るのは小園、森下、牧って言ってるんだよね、うんうんうん、もうその通りの展開になって牧に回したという、はい、で牧が外のスライダーをセンター前に打って、はい、まあ、2点タイムリーで逆転をしたというね。もうピッチャーが牧選手の時にはまた変わっていてね。そうだね、右のね、変わりっぱな、すぐタイムリーということになりました、はい、そうね、はい、でここで清宮に代わって、うん、佐野を代打を持ってきた、はい、まあ、初めて動いたかなという感じがするんだけども、うん、で佐野の打席を見てると、はい、やっぱ全く知らない初見のピッチャーのまっすぐかちょっとツーシーム系のボールをフルスイングできたんだよ ね、やっぱ佐野は大したもんだなと思ってさやっぱね、はい、こう失敗を怖がらないというか、振っての失敗を怖がらない、うん、だからその後も振り続けて、はい、凡打にはなったけども、はい、なんかいい代打を見せてもらったなという、うん、佐野の姿を見せてもらったな、なるほど、なんかすごく心強かったよね、うん、はい、もうなんか
向こうのピッチャーもね、いきなり代打でできてこんだけ振られるとやっぱ投げにくくなったりしますね。まあそれはもちろんそうだよね、うん、そして7回、はい、ね、小園ヒット、はい、ノーアウトランナー1塁、うん、辰巳がバント、はい、まあ、ここでも動いてきた、うん、まあ、当然辰巳がね、うん、これ当たってたら、うん、ヒッティングもありかなと思ったけど、うん、ここまでずっとノーヒットなんだよね。だからバントだろうなと思ったらバントしてきた、はい、うん、これがヒットを打ってれば、うん、まあ、例えばセーフティーバントだったり、エンドランだったり、うん、まあ、いろいろ仕掛けたかなと思うんだけども、はい、まあ、素直にバントに行ったね、はい、まあ、しかし結果は三振をしたという、うん、でそしてまたピッチャー交代、そう、この回頭も交代していて、ここの、はい、森下選手のところでもピッチャー変わるんですね。そうだね、うん、で森下がツーランホームラン、そう、もうね、ツエンド2だったかな。そうですね。でもね、これはね、うん、言えば小園が打たしたって言ってもいいんだよね。なるほど。あのね、うん、やっぱり初戦から井端監督が小園に走らせてるんだよ、うんうんうん、でやっぱ韓国のバッテリーも、うん、そのデータをやっぱ持ち合わせていて、うん、小園が走ってくるんじゃないかっていう、うん、そういうことも警戒しながらだったんだよね、うん、それでそういう集中力をそがすということと、やっぱまっすぐを投げさせてるよね小園が。そしてそれを森下がミスらなかったという、だからなんていうのかな、これは2番4番で作ったなんかホームランのような気がした、うん、なるほど、うん、だからいいホームランだったし、小園のプレッシャーもよくかかってたなというふうにね、うん、思ったと思うよ、はい、やっぱデータを有効利用したなっていうような感じがした、うん、はい、で8回表ね、このホームランは結構効きましたね。いやもう効いたよ本当に、この終盤でね、効いた効いたねえ、うん、はい、でね8回、うん、藤平、はい、韓国の攻撃の頭に変わりましたね、はい、はい、三者三振、ね、まあ、初戦から6者連続三振という、すごいね、すごいね、うん、このピッチャーが出てきたらやっぱ相手の勢いをちゃんとしっかり止めてくれるね。これでなんかこう2戦で藤平投手のイメージっていうのが他の国にはついちゃいますね、うん、いやいや、まあそうだね、うんうん、だからスプリットさえ投げとけば、うん、なんか三振取れるぞみたいなで9回は、大勢が投げたというね、そうですね、まあ大勢も危なくなく、はい、切り取ったという、うん、これで21連勝国際試合、はい、ね、負けなしというね、で韓国には9連勝というね、うん、いうことになったんだけども、はい、でも日本のいいところ、うん、まあ韓国もオーストラリア同様にね、うん、やっぱりねピッチャー交代をしてくるわ、細かかったですね、あ、目先を変えてくる、うん、でもその中でよく6点取ったと思うわ、うん、ね、よくつなげたし、うん、よくフォアボールも取ったし、よくホームランも打ったし長打も出たし、はい、だからそういう意味ではね、打つ方に関してはまあ辰巳がちょっとね、当たりが出てないなということは感じるんだけども、うん、でもやっぱ打線のこう組み方、これはやっぱ成功してるなという、うん、そんな感じがしたよね、はい、はい、だからまあこのまま行くか、それとも3番辰巳を変えてくるか、うん、っていうのが次の台湾戦での注目だけどもね、少しずつね試合ごとにチームも輪ができてきてるように、まあまあ感じるよね、うん、感じるね、うん、それでね反省点とすれば、はい、これはね2つの盗塁をされてる、ね、さっき言った、うん、まあ、高橋宏斗が、うん、やっぱこういう膠着ゲームの時に、うん、やっぱ相手は走ってくることも考えるということ、うん、だから、ね、やっぱもう少し牽制を入れるとか、入れなくてもランナーに目をやるとか、まあほとんどこう、まあ、余裕がなかったのかもわからないけども、うん、ホームに集中9割してたからね、うん、まあ10割と言ってもいいぐらいしてたということ、うん、もう走ってこないだろうっていうのがあるんでしょうか、まあ、走ってこないっていうか、まあそういうこともあるかな、うんうん、まあ、それとやっぱ隅田、はい、やっぱねランナー見てないんだよ全然ね、うん、ランナーを、うん、でそれで走られる、もう当然走られる、うん、でも三盗の責任というのは、うん、まあ、ピッチャーだけではなくて、うん、やっぱり二遊間やる、うん、まあ、ショートの紅林、うん、セカンドの小園、うん、
こういうのがやっぱ声かけないとね、うんうん、走ってこないと思ったら走ってくるかもわからないよっていうようなジェスチャーでもいいから見せとかないと、うんうん、まあその辺の動きでも牽制ができます、ね、そうそう、それだけで牽制になるんだよ、うんうん、で相手もやっぱ言葉がわからないから、うん、だからやっぱ警戒するんだよね。なんかごちゃごちゃ言ってるみたいなね。でランナーを指させばいいだけの話だから、うん、だからそのぐらいの気配りがあってもよかったかなという、うん、ただねこういう隙っていうのはやっぱり平素からのチームの隙になる。なるほど。だからなんていうのかな、やっぱこう日本の野球ってすごく細かくて、うん、隙がなくて、うん、スモールベースボールでも、うん、何でもできるというようなことが、うん、まあその言われてるんだけど、まあ今日の試合を見る限りではバントが失敗されしてる、で盗塁が2つ失敗成功されてる、まあそれを考えるとちょっとそこら辺がちょっと緩いかなという感じがしたね。うん、うん、これなんかちょっと心の余裕みたいなものが少しできるとまた違ってくるって感じなんですかね。まあやっぱりこういう大会だからね、うん、緊迫してやっぱ打たれちゃいけない、まあそっちの方が優先的になったりだとか、うん、まあ、するのは分かるんだけども、まあ、あといつもと違うメンバーっていうこともありますよね、うん、ただ持ってる球とか投げてるボールっていうのはそんなに簡単に打たれるボールじゃないよ、うん、でもそういうことでチャンスを広げられて一本打たれるっていうのが一番やっぱこうショックを受ける点の取られ方だから、うん、なんて言うんだろうな、まあ平素から、うん、自分たちのチームに帰った時もそういうこうねチームが指導してるといいなっていうふうに思うよね、うん、でね集めてすぐそういう指導できないからさ、うん、やっぱり力量を見極めるとか、はい、どこに適性があるとか、はい、そういうことしかできないから、はい、だから普段からこうやっぱこうなんていうの、国際試合って日本のみんな好きじゃない、うん、応援したりするのもね、うん、だからそういうことも考えたら平素からそういう隙を作らないような野球をやっぱ選手に植え付けとくっていうのはすごく大事だなっていうふうに思ったね。ねえ、でね、うん、8回の攻撃の時に1・3塁になるんだ、はい、ね、ツーアウト1・3塁、うん、でサードランナー坂倉、はい、でねこれ無理かもわからないけども、うん、キャッチャーがこうファースト側に弾いたんだよね、うんうん、あれスタート切れんかなってまあ欲目だけど、うん、欲目だけどそれは思ったわけ。まあじゃあ次の塁への意識っていうところ、うん、だから坂倉まあ足がね売りの選手じゃないけども、うんうん、でもそういう隙もついていくというようなね、うん、まあそういうこともちょっと動きだけでも欲しかったなという、全くスタート切る気がなかったから、うん、なるほど。だからまあそういうことも含めてね、隙を作らないように、うん、まあただなんていうの、初選出が多い中でよく頑張ってるなと思って ね、うん、さあ結局ピッチャー陣は17奪三振ね、うん、この試合ただヒットもよく打たれたね、 10安打ね、うん、打たれましたけれども、はい、まあ、三振も17個というね、まあそうだね、うん、はい、ただね、うん、韓国は確実に強くなってるわ。なるほど。強くなってくる。うん、だから気をつけなきゃいけないよ。うん。うん、ねえ。はい。ちょっとこう、くせ者というかね。まあまあそう。怖い。やっぱ力あるしね。そうですね。力負けしてこないしさ。うん、あとはやっぱこう、チェンジアップとかね。ただやっぱこう、ボールに当てるのが上手い選手が増えてきてるわ。うん。うん、だから、まあ三振は多くても、やっぱなんかちょっといやらしさを感じたね。うん、はい、というようなことで、まあね、序盤こうシーソーゲームハラハラしましたが、ね、ハラハラしたけどもね、逆転で6対3で2勝目ということで、ね、うん、今のところこれで日本と台湾が2勝ということでね、はい、リーグの中ではグループ B の中では上に1位になってますが、はい、明日全勝同士でね、そうですね、戦うということでね、明日がチャイニーズ台北とで、これ地元なんでね、はい、多分こうアウェー感はあるかなっていうところの試合ですけど、それはこの大会で一番こうやりにくい、うん、
相手と戦うと思うよね。明日ね、はい、うん、まあだけどまあ打線の状態っていうのは悪くはないしね、うん、はい、うん、まあ自分たちを信じてね、うん、戦えば多分大丈夫だと思う、うん、あの隙をね、うん、作らないように本当にね頑張ってほしいと思います。はい、はい、ということで明日はチャイニーズ台北と19時から試合です、はい、また明日楽しみです、はい、頑張ってください、はい。